はい、 J チャンネル J です。皆さんお元気でしょうか。今回のテーマはコードですね。難しいコードのテーマで、中級の壁は〇〇だということで、ね、進めてみたいと思うんですが、まあ、それぞれ、ね、難しいコードがあると思うんですよ。だから初心者の方は未だに弾けないコードとか、ある程度難しかったなというコードですね。これをね、アンケートと一緒に今動画でね、やってみたいと思いますので、コミュニティのアンケートからもやってますので、よかったらね、そのアンケートも参加していただきたいと思いますが、難しいコード、ね、初心者の方たくさんいると思いますが、まあ、例えば中級とかまあなってね、ある程度弾けるようになっても、難しいコードってあるんですよね。まだ未だに弾けないコードもありますよね。まあ僕ね、E フラットかな。E フラットはこれ弾けないですね。こっちのハイコードだっていけるけどね。で、僕一番ね、中級の壁だと思ったのはね、まあ僕自身ですよ。皆さんはね、また違うかもしれないけど、僕はやっぱりね、中級の壁を感じたのは、やっぱり B 系ですね。B7 が比較的弾けたんですけど、B ですね。B。B と B フラット。この1弦がね、なかなか弾けないときは1弦まで弾けると OK です。 B と B フラットとかね、あとはね、 Bm7 かな。 Bm7、 Bm は意外と弾けるんですけど、 Bm7 でポイントは、バレエになっている 3弦ですね。3弦の音がなかなか出なかったんですよ。こうやって弾くと弾けるんですけど、こうやって弾くとほら3弦が弾けなかった。これが3弦がしっかり音が出るようになるまではちょっと指の訓練とかね、力がいりました。ちょっと見えないかな、こっちで、ね、こういう感じですね。 Bm7 とやっぱり真打ちは Bm7 フラット5、マイナス5と書いてフラット5って読むんですよ。これはね、僕は難しかったので恥ずかしい話ですけどね、 Bm7 フラット5は Bm7 でやっていたんですよ。これでまあ Bm にしてね、やってた。全然この違うんですよ、系列が。 Bm7 と Bm7 フラット5は全く違うんですよ。こう、ね、出てますけどね、1弦と6弦を弾かないんで、難しかったですね。まだまだ他にもいっぱいあるんですけど、ちょっと僕の意識的な感じで難しいなと思ったのはこの3つですね。 B と、Bm7 フラット5と Bm7 の3弦の音が出るまでちょっと時間かかりましたね。結構やっぱり指の力なんですよ。 F で困ってる人もやっぱり握力をつければね、結構できるようになります。で、あと弦高低くしたりするとね、弾きやすくなりますね。あとね、B、この1弦がまだ出ないんですよ。この B フラットも1弦までが出ない。これがね、こう難しい。これがね、未だにやっぱりこうね、やっぱこう練習してますけどね。だから握力をやりながら抑える練習なんかしてますけどね。はい。まあいろいろまだいっぱいいっぱいたくさんあると思うんですけど、僕の感じたのは B 系のがね、難しいなと思う。中級の壁を感じたのを思い出しますね。で、皆さんの方はね、またアンケートで難しいコード、未だに弾けないが難しかった、壁を感じた、ああという感じのね、コードがありましたらぜひね、書き込んでいただく。このコメントでも結構ですし、コミュニティの方でもね、アンケートをしてますので、よかったらね、書いていただければですね、今後の参考にしてみたいと思いますのでね、質問なんかもね、常時受けてますので、よかったらね、コメント欄に書いていただければと思いますね。はい。よかったら、タイトルにあったようなね、コードならコードのとかね、書いてもらったら嬉しいと思います。はい。今回はね、中級の壁を感じたコードということでテーマでやりました。皆さんもまた別にあると思うんですよね。なので僕はまあ B 系だったということですね。で、皆さんもいろいろあったらコメントいただければと思います。 J チャンネルでした。ではまた。